カズネーチャンネル始まるよ。こんにちは、カズネーです。約2ヶ月の間と何の動画配信もなくて申し訳ありませんでした。この2ヶ月何があったのかと言いますと、タイトルにある通り、この度我が家は引っ越しをしました。本当に片付けが大変で、随分時間がかかってしまったので急遽お休みをさせていただきました。引っ越しをした一番の理由は子供の部屋を確保するため。前の家は 2LDK だったんですね。3人家族ですと別に 2LDK にも住めたんですが、我が家はどうしても 3LDK の家が理想だったため 3LDK の部屋に引っ越しをしました。我が家には今年1年生になる息子がおります。入学に合わせて引っ越しをするということが前提で決まっておりましたので、引っ越し屋さん一番忙しいんですけど、この時期に引っ越しをしました。今度の家は公営住宅になるので、申請してから時間がかかります。私たちも3ヶ月以上かかっております。引っ越しが決まってから引っ越しする前の間がわずか1週間しかなくて、本当に準備大変でした。その中の準備で一番大変だったのは子供の入学準備。普通の家庭でも入学準備大変だと思うんですけど、我が家の場合は引っ越し前にいる学校の説明会と新しい方の学校の説明会で2回出なきゃならなかったんですね。体操着とか、あと学校で使うものの購入に関しても事情を説明しまして、後から購入させていただきました。今回学校2つの学校を説明会を受けてみて気づいたんですけど、学校によって結構準備するものが違うっていうことですね。特に一番違ったのは、子どもの筆箱や鉛筆などの自分で買う文房具のキャラクターのありなし、学校によってはダメっていうところ今とっても多いんですね。現に転居前の家はでも今度のところは学校の授業に差し支えがなければ問題ありませんという学校でした。ですが、うちの子はどうやってやったらいいかわからないので、あんまりキャラクターものは買わないようにしました。給食に使うナフキンというこういう四角いハンカチですかね、ハンカチの大きいもの、私ちょっと今回の準備で初めて知ったんですけど、ナフキンは子供の好きなキャラクターにして、あとはある程度あまりキャラクターのないものにしてあります。中には保育園で使っていたものがそのまま使えたものもあったので、そのまま採用しております。前の家は 2LDK の2階のお家でした。今度は 3LDK の1階のお家になります。一番の理由は階段を上がるのがめんどくさくなったということ。やっぱり子どもの騒音で近所の方に迷惑をかけるのが私たちの中ではちょっとやめたいなっていうのがあって、1階を選択させていただきました。公営住宅は入る前に内見っていうのがたった一度しかないんですね。しかもここじゃなくて違うところに変更してくださいということが一切できません。なので最初の申請の段階で結構細かく自分の希望を言った方がいいです。もちろん変えられないところもあるんですが、例えば高いところがいいとか、私たちのように1階の方がいいなどですね。あとエレベーター付きのところがいい人と別にエレベーターはいらないよっていうのもちゃんと言った方がいいと思います。公営住宅ですと必ず共益費かかってきます。うちの自治体の場合はエレベーター付きとそうじゃない等で約500円毎月変わります。入ってから気づいたんですけど、1階の方って前にちょっとした庭っぽいのがあるんです。本当は庭ではないんですけど、芝生の場所がちょっとこう広がっている場所なんですね、今回のお家。そこの前をすごくきれいにしておかなきゃいけないっていうのは1階の人にはちょっと課せられているんですね。文章にはなってないんですけど、暗黙の了解なんですけど、せっかく住むならきれいにしておきたいっていうことで、皆さんとってもきれいにされてるんですね。お花とか植えてる方がすごく多くて、前の方がとってもきれいにされていたみたいで、今でも一部ちょっとお花が咲いてたりするんですね。でせっかくなのでそのお花も大事に残しつつきれいにしていこうと思います。このことについてもだんだんと動画にしていきたいなと思いますので、楽しみにしていてください。Thank you.
ークの動画配信では DIY を中心に発信していくことになると思います。またあの外にちょっと庭ができましたので、植えた野菜たちの成長等も皆さんにお伝えできたらと思います。新しい家での生活が始まりましたので、いろいろ紹介していきたいと思います。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン